お願いがあるんだけどさ。今まで長いこと一緒にゲームをしてきたけど、そろそろその、もしよかったら私のディスコードに参加しない？ディスコードのサーバーか。来てくれたんだ。タイミングもちょうどいい。だいたいこの時間に他のみんなもオンラインでさ。その子はどうしたんですか？ああ、大丈夫。席を外してるだけ。すぐ戻ると思うよ。おはよう。あは、キちゃん。この子が例のカナエちゃんだよ。お、あのエセの仲間だっけ？カナエ。ねえ、一つ聞いていい？え？カナエ。Put the stick in your mouth。やっべえ、今の面白すぎ。キキちゃん、もうこれだから誰もうちのサーバーに残らないんだよ。そしてニギー天使、いつから盗み聞きをしてたんだ？何よ、普通に質問を振っただけでしょ。仲良くなるならそれしかないじゃん。私盗み聞きとかしてないし。ディスコードガールズ、一緒にゲームする？いや、この前はひどかったし。ねえ、お願い。わあったよ、もう。ボイチャあと2分でいい？また爆発しないよな。約束だぞ。約束。負けんじゃねえぞ、この野郎。お前何年もこのゲームやってるけど、まだあんな風にミスってんの？うるさいな。ミスじゃないって、ラグで反応が遅れてるの。ラグ？下手プレイやめれば、上手になってみれば、避けたら当たんないよ。おい、よく聞け、このつるべさこ娘が。お前はどうせ将来何の希望すらもないから、こんな口が聞けるんでしょ。お前は笑えない冗談とくだらないネタの塊なのよ。死ぬ時も一人で、お前の恵みフィグマくらいしか泣いてくれないだろうね。お前の子供みたいな体なんて誰も望んでないのよ。少女のままで死ぬから、いっそ100万回目でラウンド7を再生して一人で楽しんでやれば、そうすればお前のクソみたいな人生が乗るかもしれないね、この惨めなちびっこめ。まあ言ってることの9割くらい合ってるから、あんま怒れないな。ちょっとひきちゃん、なんなのこれ。この絵、子供にしか見えないよ。そこがいい。お前ら、どっちがやったんだ？あーん。かなえちゃん、ちょっと手伝ってもらえる？ユーフォリアのトレント、どうしても見つかんなくて。いいよ、画面共有しますね。待って、やばい。間違えて全部共有しちゃった。私のタブが全部見えてる。へえ、近親相関が好きなんだ。妹よ。大丈夫様。あ、団長また育ててるね。うるさいわよ。てか盗み聞きしないでっていつも言ってるでしょうが。ああ、さすが団長、ディスコードの主らしくやってんな。このことお話ししてただけ。そうだね、お話ね。
と。